どうも、お疲れ様です。えー、本日はね、9時にも荒れますよっていうところからお話をスタートしていこうと思います。現在11月15日、朝の6時半なんですけども、ご覧のように、高根県に入りました。高根県で <laughs>、失礼しました。高根県でダブルトップを書いてる感じになりますよね。で、その形をもって、これテクニカル的に下落を起こしているっていうことではないんですよ。えー、というのが、 昨日ですね CPI 製造物に関する生産状況の報告がありましたこれが予想値よりも下回っていたんで、えー、このような売りが入ってるわけですよねですんでテクニカル的にダブルトップで高値圏で下がったってことでもないですし乖りが起きていたのが、まあ、満期になって移動平均線の方に近づいていったってことではないんですよね もちろんその要因もあるんですけども大筋は昨日の材料の結果によるもですからこれはファンダメンタルの要因が7割から8割えそしてテクニカル的な要素は1割から2割っていうふうに解釈した方がよろしいかと思いますここはあの誤解のないようにしてくださいね見た目は同じなんですけどもこの下がった意味が違いますよってことですよねはいじゃあ次は4時間です、えー、4時間軸になりますとご覧のように M の字を書いたことになります以前の こちらの図っていうのはどうやって起きたかっていうともう一回思い出してもらいたいんですけどもえー、上田総裁が金利に関する発言をしましたえそしてさらに神田財務大臣が10月は10月は介入をしませんでしたよって言ったわけですよそうなった時にこれがドカーっと直進したわけですよねここで大きな方がチャンスを得たわけなんですけどもそれが逆転して利確が進んでここまで 降りてきててき一旦ここここでででで落ち着いいたたんんすすけども他の要因でこういう,ふうに下がったってことなんですよねだから4時間軸ですらこれテクニカルじゃなくてファンダメンタルでこの形がここはできていたのは振り返った自己解説も確認しましたけども明確だと思うんですよそれに比べてこちらはテクニカルで上がっていってますでこれも日々この上昇を追っていったらテクニカルってことがもう十分お分かりいただけたと思いますだからここは どどんどん利益が取れてるわけですよでこっちの方は特定の人しか利益が取れてないわけですそれはファンダメンタル要因が強いからですテクニカルだけをお伝えしているこの速価塾の限定動画や FX オリガルヒではファンダメンタルのところで取っていくっていうのはファンダメンタルっていうのはまさに別にチャートを見て買い売りを決めてるわけではないからなんですよね えそして、ここもファンダメンタルの要因です。テクニカルではないんですよね。そう考えていくと、同じろうそく足のような同じ動きでも意味が違うよってことが、この中でね、見通せるかどうかってのも一つの力になってくるわけですよ。はい、次の図ですけども、こんな感じになりますね。えー、現状、ここで止まったかもしれないなーってとこですけども、それはあんまり問題じゃないんですよ、実は。というのが、今6時22分になりましたけども、 えー、あのもうちょっとしたらね2時間ほどしたら2時間半ぐらいですか今度は GDP の速報値が日本から出るんですよ8時50分ですけどもねでこれによって何が起きるかっていうとまた1割来るかもしれないんですよだから今までの動きに加えてさらにもう一発動きが来るんですよねだから9時から9時半のこのローソク足の動きを見てそれからじゃないと方針は立てれないっていのが 今の私の私気持ちででですすねでそれが正解です <laughs> 気持ちだけじゃなくてねはいそれでね改めてこっちの材料を見ていきますけども火曜日が終わって昨夜べは CPI が出たでしょ CPI によって大きく下落があったんですけども今度 GDP が出るわけですよ8時50分これによってまたねこの数値が何,何を表すかによってチャートの形っていうのは変えていくと思いますそれが落ち着いてからじゃないとテクニカルの評価ができないんですよ で、えー、と午前中から午後にかけてはあとはもう何も材料がないんで一旦値、ね、動きが落ち着いていくとテクニカル的な解釈ができるってことなんでねうんおそらくおそらくですよ倍で利益を取っていくっていう形に結局落ち着くとは思うんですけどもねはいそれではこちらのニュースを見ていきましょう、えー、と5時28分ドル円心理的節目150円目指すというとこですねこれから日本の材料もありますから これだけの要因では語れないですけどもねま、うん、あそのぐらいですかそのぐらいですそれじゃあもう一回1時間軸を見てみましょうゆうべはね大きな下落がドーンと起きてそれまでの上昇トレンドテクニカルの流れを大きく断ち切ったわけですこれでね断ち切ったとそしてあと2時間ほどしたら新しい材料が投下されます今度は日本の材料 GDP 速報ですね こちらの方があると、もう一回、荒れると思いますので、それが落ち着いてから、まあ前もね、こういう時がありましたけども、10時とか10時半ぐらいからしか評価できませんので、まあしばらくお待ちくださいってことになります。え、FX 折り返りの方は追加放送しますけども、即可塾限定動画をご覧の皆様は1日1本しか配信してませんので、あとはちょっとね、ご自身で考えていただくってことになります。折り返りの方は今日もしっかり稼いでいきましょう。それでは。